이걸 돌려드릴 테니께 호흡법을 알려줘요. 알려줘도 쓸모없는 거라면서요. 지도 이거 가지고 있어도 쓸모없는 건데. 바꿔요. 지는 이거 쓸모없는 거라 부러뜨려버릴 수도 있는데. 이걸 돌려드릴 테니께 호흡법을 알려줘요. 本日はですね、ハノンの3話ですね。ジョンソミンとハンミニョンのこのシーンですね。ハンミニョンはイケメンですね。多分これ好きな方結構増えるんじゃないですか。もともとおのおんでね、好きな人多いと思うんですけど、ドラマで初めて知ってね、好きになる人続出するんじゃないですかね。まあ早速ですが、今日の韓国語はこちらですね。이걸돌려드릴테니께호흡법을알려줘요。これ返すから呼吸法を教えてくださいと。돌려드릴테니께とか、호흡법을알려줘요とか。これは方言ですね。サトリ。おそらくですね、충청도っていうところのサトリかと思います。まあ、ムドギがですね、もともとこういう方言を使ってるから、なかなか聞き取りづらいと思うんですが、まあ、こういうの聞くと韓国人は結構ね、親近感が湧くっていうか、ドラマに、こう、集中するっていうこともあるんですよ。なので、わざと使ってるっていうのもありますね。あと、すごい面白く感じたりもするので、それがまたファンのいいところでもあるかもしれないですね。알려줘도쓸모없는거라면서요。지도이거가지고있어도쓸모없는건데。알려줘도쓸모없는거라면서요。教えても必要ないということでしょ。쓸모없다。は必要ないってことですね。필요없다と同じなんですよ。で、結局最後は言うで終わってるんで、また悟りですね。지도이거가지고있어도필요쓸모없는건데。私もこれ持っていても必要ないんですけど。지도の지は、まあこれも方言で、私っていう意味ですね。이거가지고있어도、これ持っていても、쓸모없는건 D も同じく悟りですね。쓸모없는데とか、まあ標準語だとね。これ、どうなるんでしょうね、この二人は。まあ、まだ3話なので何にも、未来予測は何にもできないんですけど、二人ってね、子供の頃にやっぱね、ある程度の愛情があったから、それを知ることになったファンミニョンがどうなるのか。おそらく、レンボとか考えるとすごい悲しいストーリーが、ね、展開になるような気もするし、ね。바꿔요。지는이거쓸모없는거라。부러뜨려버릴수도있는데。바꿔요。바꿔요ですよね、標準語は。바꿔요。交換しましょう。지는이거쓸모없는거라부러뜨려버릴수도있는디。私はこれ必要ないから壊すこともできますけど。ここで、부러뜨려버리다っていうのはいいですね。부러뜨리다は壊す。だけど、부러뜨려버리다なので、壊してしまうなんですよ。なので、何々してしまうっていうことは、りょぽりだで覚えておくといいと思います。세수만허락한다。おいおいおい、これ、セスムじゃないですね。
多分呼吸6回分ぐらいあったんじゃないかなっていう長さなんですけど、まあ、まあ、とりあえず訳すとですね、セスンマンホラカンダ。セスン、3回のスン、呼吸ですね。なので、呼吸3回だけ、マンだけ、ホラカダ、許すっていうことですね。なので、呼吸3回分だけ許すって言ってるのに、まあ、長さ的には多分呼吸6回。まあ、でも、これ、サブ病って皆さん知ってますか？あの、連邦を見てる方わかると思うんですけど、イヒョンも結構、こう、悲しいラブストーリーがあったじゃないですか。あと、スタートアップもそうでしたよね。ハンジピョン、キムソノも悲しい、こう、サブ病があったんですよ。これも、このファンミニョンも、こう、第2、第3のサブ病になるんじゃないかなっていう予感がしております。まあ、どっちにしてもこれ、好きな人、ハマる人は結構多いんじゃないですかね。こんなイケメンにそんな落とされたら。まあ、とりあえずこの、カンコン、ファンホン、めちゃくちゃ面白いので、今後続けて皆さんにご紹介していきたいと思います。ではまた。